くださいましてありがとうございます。じゃあまずは皆さんおかけください。さあ来年の東京オリンピック・パラリンピックまであと少しとなってきました。いや本当にワクワクしてきましたし盛り上がってきていますよね。お伝えしておりますように中央大学は2020年東京オリンピック・パラリンピックに20人以上の本学、在学生、学院の代表選手を送り出すなどの計画を掲げておりましてスポーツ振興に力を入れております。で今日は東京オリンピック・パラリンピックを目指す青春の輝きと題しまして本学在学生や学院のアスリートをご紹介してこれからのご活躍を応援して中央大学全体で盛り上がっていこうと思っております。で私は司会進行を務めます。フリーアナウンサーで経済キャスターをしています曽根澄江と申します。よろしくお願いします。中央大学の経済学部卒業生になります。今ラグビー日本代表大活躍しておりますよね。あれを見ていてやはり自国開催というのは特別な意味を持つんだなと改めて感じております。皆様も同じような気持ちではないでしょうか。今日はですねこのアスリートをみんなにねお話を伺いながらいろんなことを勉強してさらに応援して楽しんでいこうと思っております。皆様よろしくお願いします。さあそれでは改めまして、はい、こちらが力のある中央大学本学在学生また学院のアスリートです。皆様拍手をお願いいたします。非常に華やかになっております。私も見て一度行ってみたいなというふうに感じました。
ありがとうございます。失礼いたします。さあ、続いてです。続いてはマラソン選手です。今年の春に中大を卒業したばかりです。まあ、箱根駅伝に行くでの激走もね、皆様の脳裏に焼き付いていらっしゃるかもしれません。自身2回目のマラソンでした。先日のマラソングランドチャンピオンシップで15位となりました。堀尾健介さんです。お願いします。こんにちは。まあ、
学ぶ心さえあれば万物すべてこれ我が師であるという言葉であるんですが、はい、まあ、素直に人の話を聞き入れなさいとか、あと学ぶ心があればどんなことでも自分にとってプラスになるというような言葉が僕は好きですね。素直な心とかってこう伸びる余地は大きくなる原点のような気もするんですよね。そういうところも重なりますかね。どうでしょうか。そうですね。今社会人になって今6年目なんですけども、はい、やはり学生の時よりもそのより意識競技に対して積極的に学ぼうと思うような心も増えてきたし、そういう言葉を大事にしながらたくさんの方に応援していただいているので、ね、やっぱりそういった方々のサポートも、忘れないようにというか、そういう気持ちを持ち続けたいなと思っていつも過ごしています。感謝の気持ちも持って素敵ですね。ありがとうございます。さあ続いては、ありがとうございます。続いては2018年アジア大会 200m 背泳ぎ3位、砂間啓太さんです。こんにちは、2017年の工学部卒業の、砂間啓太です。今は、塩浦選手と一緒の株式会社永瀬 で、まあ、キャンパスの方で学生と一緒に水泳をやってます。で去年から日本代表に入ることができて、で世界との差っていうのも分かったので、来年の東京オリンピックでしっかりと結果を出したいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。砂間さんは水泳始められたきっかけは何だったんでしょうか。そうですね、3歳の頃に父が、カヌーが好きでよく川に行ってたんですけど、そこでなんか帰るよって言ってもなかなか川遊びをやめない、ちょっとわんぱくな子だったので、はい、それで、両親がスイミングスクールの方に入ってくださったのがきっかけです、さすが、もう両親は抜いていらっしゃったということかもしれませんね。で砂間さんが中央大学水泳部でこう過ごした日々、まだね、この最近のことだと思いますけれども、どんな日々だったんでしょうか。そうですね、やっぱり一番感じたのは、やっぱ仲間に支えられてるっていうのが、一番感じたことかなっていうふうに思います。今もつながりは持ってらっしゃるんですか。はい、よくご飯とか、同期とは聞くので、本当に刺激もあっています。でこれも私いただいたデータの中の一つなんですけど、砂間さんは趣味がおしゃれな人を見た、趣味がおしゃれな人を見ておしゃれの勉強をすることっていうことなんですけどそうなんですか。そうですね、おしゃれっていうか服が好きなので、はいはい、よくこう歩いてあその人おしゃれだなとかこう見るとやっぱりおしゃれになりたいなっていうふうに思っていろいろこう勉強をしています。秋といえばおしゃれの秋でもかもしれませんけれど、今どんなものが好きですか。そうですね、最近はヒップホップ系の服装が好きなので、こうやっぱオーバーサイズの服が最近は好きです。じゃあまた今のね姿と違う一面も普段見れてるので、表現改めてみたいですけどね。ありがとうございます。さあ続いては大学生のアスリートもご紹介しましょう。法学部4年、2019年世界選手権 200m 個人メドレー5位、大本里佳さんです。大本さん、お願いします。
まずは東京オリンピックを目指してという思いで一緒に頑張ってきた結果が今少しずつ来年に向けて結果として現れているかなと思います。はい、小畑さんの座右の銘は Shine your light というふうに聞いたんですけれども、これはそうですか？そうですね、中央大学の水泳部のジャージの方に、はい、水泳することで自分が輝いているというふうな実感もおありになるじゃないですか。高校生の時もその何の名を考えて取材してたんですけども、あまり自分自信がなくて、もっともっと自分自信を持って自分自身を輝かせようということで自分の名を思いました。素敵ですね、本当に応援しております。ありがとうございます。そしてこちらも大学生のアスリートです。2018年アジアパラリンピック50メートル、100メートル自由形3位、長野亮さん。長野さんは50メートルの日本記録保持者でもいらっしゃるということですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうどこの日、この後、その先生とご飯に行く約束をしてました。